どうもかげやんです今日はですね商売の面白さということについてお話ししたいと思います僕はですねあのー、お店をやってるんですねボディーケアとアシスボのお店をやってるんですけどもそのこう最近ですねその結構ねそのまあ苦しい苦しい気持ちになることも結構あるんですけどもそのどういうんですかね やっぱりその面白さみたいなものをこう感じることもありますね。うん、そのお客さんを通じてですね、お客さんとこう接することによるその面白さというのをね、すごくこう実感しているというところです。そこからですね、その商売の面白さというものですね。もちろんそのお金を稼ぐとかそういうこともこう嬉しいことの一つなんですけども。 それ以上にです、ね、やっぱこうお客さんが来てくれるそのリピートリピーターとしてこう来てくれることの嬉しさとかですねそこからこうお客さんとのこう信頼関係みたいな、ねえー、ものがこう生まれてきているなとか。こう えーそ,うですね、そういうものをこう感じ取れる時にこう商売の面白さということを感じますね。でお客さんにその寄り添うというかです、ね、そういうボディケアとかの仕事をしてるんでですねそのお客さんの立場というかねその状態をなるべくこう気持ちを理解しようとしてですねまあまあ考えたりその話した しているる間にこう、えー、気づたたりりすこことがあったり、えー、そっからです、ね、自分なりにこう,こうした方がいいんじゃないかという提案をしたりとかですね、えー、そういうことをこう受け入れてもらえてそれをそのまま、えー、お客様が実践していただけるという、えー、そういうことをこうまた来ていただいた時にお聞きしたりするとですねすごくこうありがたいなと思んで。 で僕はそのやっぱり自分の実感したこと自分が経験したことでこうなったからこれはこうおすすめなんですよとこのセルフケアはこうおすすめですよとかこういうことをやるとこういう変化がありましたとかね、えー、そういうことをお伝えしてそれがこう受け入れられてそれを実践していただくというお客さんがこうおられるんですけどそういうのはやっぱり、えー、嬉しさその商売の面白さというかね そういういものを感じますねそれとですね、まあ、まあ商売というのは集客ですよね集客がこう難しいというかみんなそこで苦労するところなんですけどもその自分のこう成長というかですねその自分をこう高めていくという,こう活動をこうずっとすることによってですね、えー、お客さんを、えー、変な話ですけどもこう引き寄せる自分になっていくというか。 そういうことをこう日々こう積み重ねていくことによってお客さんが確かに増えていくなということを実感できればですねそれがこう嬉しいことであるんですねで今日はお客さんが来てくれるのか何人来てくれるんかなっていうのでこうあまりねそこにこう気持ちを持っていかれるとですねしんどい気持ちになるんですけどもそこはこう自分のできることをねえ無理せずねできる範囲でこうやり通していくというかえそういうことを することによってそしてその間にまたお客さんが来てくれるとでそれを、まあ、あのお客さんがご来店されてない時は自分のこうね自分を高めることであったりとかそういう、えー、勉強であったりとかそういうことをいろいろやっていくということをこうしていくというねその昨日よりも今日今日よりも明日と、えー、ちょっとでもね 1mm でもこういい状態に持っていっている、えー、そのことによっての、えー、お客さんの,この反応であったりとか、えー、そういうことが変わっていくことであったりとかそういうことがすごくね、えー、面白いというかねこう楽しんでやれてるというか、えー、そこ何て言うんですかねその やっぱ集客面でやっぱ苦しさっていうのはやっぱもちろんあるんですけども、えー、それ以上にもうちょっと自分がもう一ランク上のこう精神状態に持っていってですねそこはもう,こう意味のあることやと考えるということですねお客さんが来ていただいている時はそれは精一杯やればいいんですけどお客さんが来ていただかないか 時えー、お客さんが少ない時もですね、えー、そこはまあ目の前の人をそのままこう一生懸命やるんですけども、えー、そこにね例えばご来店がないというところであってもそれはそれでね、えー、そこには意味があるとでそれは悪い意味じゃなくていいよいい意味があるとそれはゆくゆくですねそのことによって自分になんかこう、えー、プラスをもたらすというかそのよりより良い方向のための 時間というかそういううううかそものがあるようにすすごく感じますねだから、えー、いつもいつもそうどーんと構えていられる精神状態ではないですけどもその基本的にはそのどーんと構えて自分のやるべきやるべきじゃないね、えー、やっていこうと思っている、えー、いつもやっていることその活動をこうやっていくっていうことだけですよね。それをするのみなんですね。でそれをやっていった結果何かが起こると。 でその何かが起こるっていうのは結構その、えー、その一部分を捉えると、えー、マイナスに感じることもですね、えー、ゆくゆくこう見ていくとですねやっぱりそれはプラスに自分に作用されるそれも、えー、ちょっと時間差があればあるほどなんか大きくプラスになっていくような、えー、そんな感じになっているようなところですね。だからそ、えー、そこまでその 集客でほんまやむやむ必要はないというか自分の精神状態であったりとか、えー、そういう体の状態何にしてもですね、えー、しっかりとこう高い状態で保っておくというその状態でですね、えー、お客さんと接するということをすることによってお客さんは、えー、いい空間といい時間をこう過ごしていただける状態になると。 そういうのを作り上げてまたお客さんと接するそういう繰り返すことなんで積み上げていくことがこう面白さというところで感じてますねだから商売の面白さはその、えー、全部が連動してるんですけどもそのお客さんが来てくれるところのその、えー、信頼関係を作り上げていく面白さそれと自分を高めていくことによるそのことによってのお客さんを引き寄せる面白さ えー、それとその売り上げが上がる面白さとか、えー、それでその自分はうまくいかないんですけどそこに意味があるということを考えてその日々こう積み重ねていくことをしていく、えー、そ,のそれは面白さ苦しさでもあるんですけども苦しさからのまた面白さみたいなものがあとあとねこういうふうにつながっていくんかと、えー、感じ取れることがあると。だからその自分の気持ちをですね こう感情とかを、えー、マイナスの方向へ持っていかないようにするこの工夫もまあまあしんどい気持ちになることもあるんですけどもそこはそのもうちょっとその俯瞰に見て俯瞰的に見てですね自分をね、えー、そこはなんかこうどうですかねその目的地に向かうための必要な時間であると いう,ふうに感じるというところでこう、まあ、もちろん自分がいろいろと立ち向かっていくっていう気持ちを持ってやらないといけないのは当然なんですけども商売というのはやっぱり えー、面白いもんやと自分でやるっていうことがこう,こう面白いもんやとで覚悟を持ってやるとですねある程度の結果はこうついてくる、えー、いう形になっていくかなもちろん時間はかかりますけども時間をかければかけるほど、えー、それはこう持続していくこう伸びていくというふうに感じておりますということで今日は商売の面白さということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます